どうも、なんだか15トンコです、以前こちらのチャンネルでドリルの研ぎ方動画っていうのを上げたんですけど、今回は刃物編ということで、旋盤で使う刃物、バイトの研ぎ方についてちょっと解説してみたいと思います。で、1点注意事項なんですけど、これはこの説明というか解説はあくまでも僕の解釈というか僕の経験に基づいた説明なので、本当に一つの例として参考程度に見ていただけたらと思います。はい、とりあえず工房にあった自分で刃を研いで使うタイプのバイトを集めてみました。左から長鋼のロウ付けバイト、ハイスのロウ付けバイト、ハイスの完成バイトとなっています。で、こちら側4本のロウ付けバイトの特徴としては、母材にチップとなる長鋼だったりハイスがロウ付けされています。ここちょうどここの境目でロウ付けされているので、こっから上が長鋼になっていて、こっから下はもうただの金属母材で刃物にすることはできません。で、同じようにこのハイスのロウ付けバイトもちょっと分かりにくいんですけど、この境目でロウ付けされているので、そっから上のみを刃物にすることができます。で、それに対してこちらのハイスの完成バイトというのは全部がハイスでできています。なのでどこを研いでも刃物にすることができるので、非常に汎用性の高いバイトとなっています。ではバイトの研ぎ方について簡単に解説していきます。主にこのすくい面とか逃げ面、ノーザールっていうこの3つのポイントを押さえておけば、まあまあ研げるようになると思うので覚えてみてください。で、まずこのすくい面、別名ブレーカーとも言ったりするんですけど、バイトを買った最初っていうのはこの1番みたいにフラットの状態になっていることが多くて、大体は2番のようにすくい角っていうのをつけたりします。で、これなんでつけるかっていうと、旋盤っていうのは材料が回転して刃物で入っていくんですけど、すくい面すくい角がないと切り子が一直線につながってすごいね、危ない切り子が出てしまうんですよね。なので2番のようにすくい角をつけて切り子をわざとカールさせてブレークさせるっていうやり方があります。で、ただ1番は別にダメなわけではなくて、材料によってはすくい角をつけないっていう場合もあります。例えば切り子が勝手にボロボロと崩れてくれるような鋳物だったりとか、真鍮なんかは別にすくい角をこんな風につけなくてもこの状態で削ることができます。で、あと逃げ面、こちらはもうドリルの2番と同じで、もう逃げてればいいっていう感じですね。ただ逃がしすぎると心この部分が非常に細くなってしまうので、バイトの耐久性とかそういうのが悪くなってしまいます。フラットよりはちょっと角度つけるぐらいの程度でもう全然当たらないので、ちょっとつけておけばいいっていう感じです。で、最後ノーズアールっていうのは面相度とか、ビビリに結構直結してくるところなんですけど、1番は比較的ピンピンに研いであって、2番は結構 R がついています。で、どっちがビビりやすいかっていうと、圧倒的に2番がビビりやすいです。で、それはなぜかっていうと、削ってる時に、刃の当たる面積が非常に多くなるんですよね。で、切れ味も当然悪いので、振動だったり、そういうので、ビビりが大きくなってしまいます。ただ逆に1番の場合は、ピンピンに尖っているので、チッピングとかを起こしやすいっていう感じですね。では、実際に研いでみたいと思います。はい、ではこちらのハイスの完成バイトを研いでいきます。まずはすくい面を研いですくい角というのをつけていきます。いろんなやり方があるとは思うんですけど、僕はこの先端刃先に対して平行にすくい角すくい面をつけるのがなんか好きです。すくい面を削るときはこのグラインダーの砥石の角を使って削ります。
こんな感じですくい面が削れました。次は逃げ面を削っていくんですけど、逃げ面はこの外形バイトの場合2箇所あります。ここの面とここの面ですね。はい、で、突っ切りバイトの場合はここの3面目も逃がす必要があるので注意してください。はい、こんな感じで逃げ面も研げました。こっちの面とこっちの面ですね。このグラインダーの砥石のこの R を利用してこうやって研いであげると比較的簡単に研げると思います。はい、最後はこの角の頂点にノーズ R をつけていきます。で、つける時なんですけど、こういう粒度のね、細かい砥石を使った方がいいと思います。で、やる時の注意点なんですけど、これも逃げ面、逃げ角がちょっと重要なので、こんな風にね、角度つけてつけちゃうと全然刃先逃げないので、この逃げ面に合わせた角度でノーズRをつける必要がありますので、ご注意ください。はい、こんな感じで研ぎ終わりました。こちら側が最初の状態の完成バイトで、こっち側が研いだ後の完成バイトになってます。まずすくい面見ていただきたいんですけど、こんな感じで、いい感じのすくい角がついています。まあ、ちょっと切り子もカールしてくれそうな雰囲気が漂ってますね。で、逃げ面なんですけど、こっちまず見ると若干逃げてるの分かりますかね。最初の完成バイトはすごいフラットなんですけど、すごいなんか程よい絶妙な感じで逃げています。で、こっち側の逃げ面も同じように、すごいこっちはストレートなんですけど、本当に若干だけ逃げています。で、ノーズ R は、今回コンマ4ぐらいを狙いました。ちょっと R ゲージなかったんで、アバウトなんですけど、今回はこんな感じということになってます。はい、というわけで早速研いだバイトで鉄を削っていくんですけど、今回せっかくなので、すくい面をつけてないバイトも用意しました。なので、すくい面ブレーカーのあるなしで切り子がどんな風になるのかっていうのを実際に皆さんに見ていただこうと思います。すくい面ブレーカーなしのバイトなんですけど、意外と切り子がカールして、ブレークしてしまいました。ちょっとよくわからないのでもう一回やってみます。
はい、というわけで今回はハイスの完成バイトを研いで、外径バイトを削ってみました。まあ、今時はこういうね、刃先交換式のスローアウェイバイトっていうのが、まあ、Amazon とかでも結構安く売ってるんで、まあね、そんなに大活躍はしないかもしれないですけど、まあ、持っていて損はしないスキルだとは思ってるので、まあ、ぜひこの機会に習得してみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、なんやかんや、物販とか、T シャツとかパーカーとか、あと腹筋ローラーとか、いろんなものを販売しておりますので、よかったら、概要欄から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。